千葉や赤坂村は大阪府南河内地,地域に位置し、南河内郡に属する村。大阪府で唯一の村であり、人口が最も少ない。楠木正重の出身地として知られ、縁の行者が修行したと言われる、金剛山や棚田などの自然に囲まれた歴史と観光の村である。キャッチフレーズは、一冊の絵本のような村。定数は7人。 2017年5月12日時点での開発構成は以下の通り。2017年4月23日開鮮村内にはコンビニエンスストアが一つもなく、食料品等の入手は周辺自治体のスーパーに頼ることとなる。このため自動車が運転できない買い物難民が発生しており、対策として、 大阪泉市民政協による移動販売車が週に一度村内に運行されている。約1000アイテムが搭載され、店頭商品の注文も受け付ける。千早赤坂村内全域の郵便番号は585から 00XX で、周廃業務は河南郵便局が担当している。2015年の国勢調査で、前回調査からの人口増減を見ると、 10.59%減の5378人であり、増減率は、深43市町村中42位、72行政区域中71位。2014年に大阪府で初めての過疎地域に指定された、村内に軌動式鉄道路線はない、通常内海電気鉄道高野線の河内長野駅や、 近畿日本鉄道長野線とんだばやし駅が最寄りの駅として使われる。南海千早口駅からは村内への公共交通がなく大技、千早まで道路で8キロメートル以上離れている。南高丹上地毛赤坂。ありがとうございます。